導入当時の D4-6904 号機3機の台車のうち中央のものにラック式駆動装置が搭載される歴史的車両として胴体保存されている D4-6914 号機同じく胴体保存されている旧型客車を牽引した列車マイリンゲン駅2013年 D4-6914 号機原型の緑色塗装に復元 車体側面の窓配置は左右で若干異なる。マイリンゲン駅、2013年粘着区間専用に改造された、1百0零零5から六号機、セントラル鉄道塗装。ラック式の D120 型では、正面窓周りが赤となる、マイリンゲン駅、2006年1百0零零二から三号機、セントラル鉄道塗装。 車体側面の窓配置は左右で若干異なるインターラーケンオスト駅2009年セントラル鉄道 D120 系電車はスイス中央部の私鉄であるセントラル鉄道で使用されていた山岳鉄道用ラック式荷物電車である。なお、本校では D120 型を粘着区間専用に改造した土110系荷物電車についても記述する。 2005年1月1日にルゼルン・シュタンス・エンゲルベルク鉄道と統合して、セントラル鉄道となったスイス連邦鉄道の唯一の1メートル期間の路線で途中にリッケンバッハシキラック区間を有するブリューニック線は、1888から89年にルゼルン・ブリエンツ間が、1916年にブリエンツ・インターラーケン・オスト間が非電化で改良し、蒸気機関車が、 客車や貨車を牽引する列車で運行されていた。しかし、その後、第二次世界大戦の影響による石炭の価格高騰により1941年11月18日に、ルゼルマイリンゲン館が、1942年12月24日に、マイリンゲン、インターラーケンオスト間がそれぞれ電化され、これに際して1941から42年に、スイス国鉄がフェヨン。 6系の901から916号機として16両を導入したラック式の荷物電車が本形式であり、その後の称号改正によって1962年に土4、6系、1974年に d 4 6型となり、1993年には新しい UIC 方式の形式名である d 1 2 0型となっている。ブリューニック線は、 途中ブリューニックの峠越え区間であるギスビール、メーリン縁間のうち、約 16km が最急勾配128パーミルのラック区間であるが、その他の約 50km 以上の粘着区間は、ほとんどが最急勾配20パーミル以下の勾配の緩やかな路線であり、蒸気機関車による運行であった際には、G3、4型などの粘着区間専用機と、HG3、 三型などのラック区間兼用機と併用していたが、フェ4、6型は運行の効率化を図るため一機種で全線の運行をまかなうこととしている。そのため、粘着区間では最高速度、低角速度を確保し、ラック区間での牽引力を確保しつつ低角速度を低く設定する目的で、当時古かオーバーアルプ鉄道のハジア4、4i 型などの中型電気機関車にも、 採用されていた二軸ボギー台車に、ラック用ピニオンと粘着動輪と同一の主電動機で駆動する駆動装置を2機、組み込んで、車軸配置をボザボウ GG とする方式ではなく、粘着動輪のみの二軸ボギー台車の間に、ラック区間用ピニオンを搭載したピニオン台車を配置する方式の車軸配置ボニザボとしているのが特徴となっている。製造は、車体、機械部分、 台車を SLM、電気部分、主電動機を BBC、SAS 及び魔法が担当しており、高圧タップ切り替え制御により1時間定格出力 920kW、970kW、牽引力62.4、129.0、KN を発揮する協力機であり、最大勾配120パーミルで60トンの列車を牽引可能な性能を持つ。なお、 それぞれの基盤と製造年、製造所、SLM 製板、UIC 形式、基盤の履歴は、下記の通りであり、当初の計画では、BBC 製の電気品を搭載する機体を901から907号機、魔法製のものが908から912号機、サス製のものが913から916号機となる予定であったが、後期の都合により BBC 製とサス製とで一部基板が、 変更となっている。運転台、丸型ハンドルのマスターコントローラーが設置され、立って運転する、携帯ラック式駆動装置が搭載される、中間台車粘着式専用に改造され、シャトルトレインとして運行されるの1100-005号機、正面の斜めの手すりや、標識等が増設され、窓周りが黒となっている、スイス国鉄塗装、ヘルギスビール駅道110型と、 ともシャトルトレインとして運行される、制御客車の BT901 号車、スイス国鉄塗装、ヘルギスビール駅もトルツェルンシュタンス、エンゲルベルク鉄道の土用、421号機、セントラル鉄道塗装、2010年まで車体中央に、白帯と基板が入る、シュタンスシュタート駅、2007年、ブリューニック線、手前の列車を緑色塗装の D120 型が、牽引。 アルプナッハシュタット駅2000年インターラーケンオストからスイッチバック式のマイリンゲンに到着したド1100-2から3号機が牽引する列車2009年ありがとうございます。